そうですか。ともくん、たまに口にしていましたから。なんというか、いつも気にかけているような感じで。兄弟ですから。そうですね。やっぱり仲良かったんだね。ええ、自分で言うのもなんですけど、本当に。ふう、ねえ、寒くない？サンデーいなかったらやばくない？け、地元民ね。それじゃあ私はここで。お願いがあるんだけどな。私さ、ほら、この町にいたのって割と短い間だったでしょ。だから案外と町のこと忘れちゃってるんだ。で、案内してくれないかな。そんないけずなこと言わずにさ。お願いしまするルルルル。私の恋はそんなすごい武器ですか。まあ道がわからないのも不便でしょうし。そうだよね。それじゃあ早く行きましょうか。当たり前じゃない。この街は疲れるんだよね。久しぶりで足がきつい。頭では覚えていても体は忘れてるなり。どこっていうか、まあ適当でいいよ。まあうららかな日曜午後にバカップルが散歩しているっていう設定で。バカップルって何？
リンゴの一種だって京介くんが。そうなの？同じだよ。小学校に割と近いけど。うい。中央委員会って何やるところなの？ほら、図書委員とかだったら内容すぐわかるでしょ？そうね。中央委員会は活動範囲が広い感じだから。縦割り？ああ、へえ。3年生は2学期で終わりだけどね。生徒の自治に関わるから特定の学年で賄うことはできないから。なーる。さすがエマちゃんだね。そういうのに入るなんて。面白くなくない？さあ。そっかそっか。この公園の向こうに駅とか商店街があったんだよね。通うつもり？ううん、通りちゃんが塾に行ってるって言ってたから。それじゃ大変だね。ところでエマちゃんは知ってる？裏山ってキノコ生えてるかな？キノコ？さあ、知らないけど。食用を探すよ。商店街は昔の名残が残っているような、いないような。そういえば、千尋、今日転校してきたの？そうだよ。どうせだったら、昨日から来ればよかったのに。ああ、始業式に出ようと思ってたんだけどね。寝過ごしちった。呆れた。だってさ、サンデーが勝手に目覚まし止めちゃうんだもん。器用な真似できないよ。にゃん。うん。じゃあ何が起こったんだろうね。本気で考えてる。ケーキ美味しそうだったね。昔一人で全部食べたいと思ったことなかった？というか、お兄ちゃん実際にやったことあったじゃない。
確かメロンを。その後一日お腹を抑えながらうなってたけど、トラウマパンクな人生だね。私たちはこれで。あ、せっかくだしお茶でも飲んでかない？近くにいい感じの喫茶店があるんだけど。そうね。ほら、さっさと行こうよ。寒いんだから。禁止。見逃してね。別に告げ口なんかしないけど。サンキュー。でもマジびっくりした。本物だよね。ねえ、なんでなんで遊びに来たんだ。まさか今になってヒロッチと再会するなんて。
まあそうだけどね。本当は動物禁止なんだけどね。まいっか。サンデーにミルクでもあげよっか。了解。いきなり泣きまね。みんなちゃんと私のこと覚えていてくれたんだなって。薄情な京介くんとは大違いだよマジで。薄情？なかなか思い出してくれなかったからね私を。お待たせ。聞こえたんだけど、薄情って？私のことすっかりお忘れでしたよ、この人は。そうなんだ。やばいよね、もう老化だよ。たまたまでしょ。エマはやっぱいつだって京介ちゃんの味方だね。あれ？うわっ！あらら、模擬じゃん。なんだ、バイトなんかしてんの？ミッキー、私たちのクラスメート。やだな、ミッキーって呼ばないでよ。はじめまして、安西です。どうもどうも、神崎です。で、こっちが黒猫のサンデー。かわいいですね。ふーん。ねえ、ケーキってもう売り切れなの？美味しいって聞いて買いに来たんだけど。